今回の企画は絆を試せ本物のオンオラメンを見つけろ。オンリーオラフ君、大原メンの3人がそれぞれ10人ずつに増員、いつものおよそ6倍、合計32人でエンドラ討伐を目指しながら本物のオンオラメンを探す。果たしてドズボンの2人は後輩3人組の本物を見つけ出すことができるのか。君も本物のメンバーを探してみよう。見つけられるかな。チャンネル登録、グッドボタンもよろしく。はい、ということで、本日の企画なんですけれどもボンさん、はい、今日も5人で動画撮っていきましょうか。いや、めっちゃ増えてるよねえ、みんなめっちゃ増えてる。いつも通りですよ。え、こんなにいたっけえ、なんでドズル社メンバーのこと忘れたんすか、ボンさん。いや、忘れてないけど、ひでえな。いや、みんな10人ずついるじゃん。30人いる、ね。はい、今日は、オンリーと9人の偽物オンリー、オラフ君と9人の偽物オラフ君、メンと9人の偽物メンが、いるので、まあ、どれが本物かを当てながらエンドラ討伐するという企画でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なるほど。みんないるんだよね、それぞれね。いるの？います。これどれかがオンリーちゃんってこと？わかんないな、まだ。さすがにまだわかんないな。今日エンドラ討伐してる間は僕とボンさんしか喋らないので、僕とボンさんが例えばちょっとメンこれやってよとか、オラくんこれやってみたいな感じで、なんかこう、あ、これオンリーっぽいなみたいなのをちょっと当てていきながらエンドラ討伐していくという感じでございます。なるほど、動きで、あれね。で、逆にメンとオラくんとオンリーはいつも通りでお願いします。ね、いつも通りで、はい、いつも通りで、はい、いつも通り。全員怪しいな。いやー、でもこれは当てたいな。当てたいですか？当てた。確かに、ビタッとこれ3人とも当てたら最高ですから。いつもマイクラやってるね、はい、仲間ですから。まあそうね。絆、はい、すぐだけど。いや、信じてみんな。はい、頑張ります。はい、じゃあそんな感じで、それではエンドラ討伐やっていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。チャリーン。何してんすか、坊さん。ああ、一番メンじゃありません。あ、なんで、まあ、メンは叩いたらすぐ叩き返してくるから。一人、分かりました。一人、外れましたよ。一は違います。もうメンはもう、すぐ、ノンストップ。ああ、ちょい、もう始まってる。よし、じゃあみんな、エンドラ討伐行くぞ。オンリーチーム早いな。オンリーチーム早い、さすが。早いですね。はい。わかんないな、でも、マジで。何もうぐちゃぐちゃ。ぐちゃぐちゃです。最初に、うん。オッケー。オンリーの動き見とけば、結構わかる気がする。確かに。ツールの作るスピードとか。はい。オンリーってのはね、とにかく早いのよ。早い。どうすか、ボンさん。まだ。怪しいオンリーいます。怪しいオンリー。みんな怪しいオンリー言っつう。え、だって見て、6番もうツール全部できてるよ。お、なるほど。6番オンリー早い。早いな。あー。なんかヒントありました、ボンさん。今ね、6番オンリーが、うん。国にね、木材をたくさんくれたんですよ。はい。ただ、うん、オンリーちゃんなら、はい、おそらくツールそのままくれます。あ、じゃあ6番オンリー偽物。ああ、うん。確かに。オンリーちゃんはもうね、そのままね、くれるの。しょうがねえな、みたいな。木材大量に取ってるのもよくわかんないしね。ああ、はい。ああ、一番オラフ君ですか。これは、うん、これはオラフ君のふりをしたいたずらっ子です。え、なんかしてます？いきなり船乗ってたいきなりこんなところ。それはちょっと臭いな。うん、怪しいですね。ちょっと違うな。え、これ誰が本物かちゃんと覚えとかないと。確かにそうだね。あれですよね。あ、もう鉄焼いてる人いる。もう早い。早いな。5番動きいいな。5番早いな。5番動きいい。うん。そう、ぽいオンリーにゲート作ってもらえません？私なんてぽいオンリーにぽいよね。ぽいオンリーに、うん、5番だけ早かったの。5番はちょっと動きいいですね。
はいはいはい。一番早いな、動きが。5番も早い、やっぱ。やっぱ5番もある。5番、焼き鮭、焼き鮭。5番、6番も早いな。6番早い。父さん、オラフ君がドズルゾを作ってますわ。ほんとだ。これのセンスでわかるよね。これはだいぶわかる気するけど。僕ね、もう7番違う気がするな。あ、僕も違うと思う、違うと思う。これ違いますよね。違う。7番ちょっと弾いていいな。オラフ君の7番。オラフ君は、まんまは作らないから。そうそう。あとね、うん、迷わない、結構。はいはいはい。ちょっと結構さっとね。センスでね。ああ、そう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 。ひらめきでパパッといくからね。違う気がする。なんか違うわ。じゃあちょっと、オンリーの皆様、オンリー。ゲートを作ってください。ゲートもう作れる人から作っていいです。見ときます。いや、みんな早いな。変なマグマが足りなくなってんな、これ。みんな早い。あー、4番ミスってる。1か5だ、ボンさん絶対。1か5ですね、今のゲートを作ってる感じ。1号はどっちも早かった。1号は早い。他は多分もう違うんじゃないかな。あ、土さん見て。どうした。後ろで麺が9番って言ってるけど。いや、そんな貴重面な麺いないでしょ。麺は、うん、設置しない。9番弾きたいですね。これはもう、つぼれじゃない麺だもん、これ。いや、麺は建築のためだったらあれしますけど。ちょっと、麺は、ちょっと建築を、じゃあ、プチ一軒家をお願いします、プチ一軒家。仮拠点みたいな。仮拠点ここに作ってください。一発で、これだーみたいなのないかな。オラフ君にドズルゾを作ってもらいます？全員に。あー。すぐわかんねえ、それ。それはすぐわかる。それわかります。じゃあ、オラフ君ちょっと、オラフ君も麺と同じくで、ちょっとドズルゾー建築お願いします。テーマ、ボンさんなくていいですか、テーマ。ドズルゾー。テーマは、うん、じゃあ、いちごドズル。いちごドズルで、はい。いちごドズルを。まあまあまあ、そうね。いちごドズル。まあまあ、いいでしょ。いいでしょ。3番、敵はいいですね、3番。3番いい。3番、オラフ君、敵はいいですよ。いちごドズル。3番、オラフ君、いいな。センス高めですよね。ああ。いや、でも、ボンさん、いつもオラフ君、ドズルゾをクリエで作ってるんですよね。だから、手際が良すぎる感もある。うん、正直。ああ、なるほどね、なるほどね。うん。これ、ちゃんと自分が作ったとこ、覚えておいてくださいね。オラフ君ね。2番も違うでしょ、これ。あ、違う。これ、違うでしょ、これ。あ、これ、違う。これ違うな。粒粒を表現しようとしたんだな。どういう？9番敵はいいっすよ、でも結構。こんな感じで置く？いや、なんか手際はいい。なんか4番面建築うまいんすけど、うん、面の作り方じゃない気がする。あ、6番どうした？あー、確かに。確かに。なんかちょっと違うね。違う気しますよね。あ、アスレチックだ。オンリーがアスレチック作ってくれた。個人的に1号が、ちょっとオンリー、みんなここに集合。あ、じゃあオンリー、ここのアスレチックをお願いします。番号、4番から、はい。ああ、まあまあまあ。おはいはい。じゃあ8番どうぞ、8番どうぞ。ああ、はいはい。ああ、はいはい。6番どうぞ。お、うまっ。6番うまいな。うまいな。6番。じゃあ7番どうぞ。うん。ああ、うまいですね。7番も7番忘れまで。はい。じゃあ続きまして。あれ？ 1 番の人がね、ボンさん。うん。ネザーラック持ってるんですよね。あ、ブレイズロット持ってる、5番。早っ。早っ。1号はゲート作るの早かったんですよね。はいはい、1号すごい多すぎる。金装備ありがとう。1番が金装備。
あ、5番ありがとう、5番ありがとう。じゃとりあえず5番、はい。じゃあ、アスレチックを。はいよ。うん、5番どっちしよう、早いな、5番早いな。うん、1番どうぞ、1番どうぞ。1号は、どっちにしろリアルタイムアタック勢だと思う。ゲート作るの早かったから。はいはいはい。ああ、1号も安定してるな。1号安定してる。はい、じゃあ10番お願いします。10番違いそう。10番、ね、多分違う。10番違うな。じゃあ9番お願いします。オーディション何これ。面接官になったけど。ああ、はいはいはい。9番も忘れもある。じゃあ2番お願いします。はいはいはい。3番お願いします。あ、うまい。そんなうまい、ね。みんなうまいな。オンリーはね、本命はね、やっぱ1号です。1号だよね、1号だよね。今んとこね、でもあんまりちょっと、決めすぎるとね、ちょっとボンさん、ドズルゾを見ていきますか、まず。スマートなんだよね、1号が。じゃあ、オラフ君、自分の作ったドズルゾの前にいてください、オラフ君は。テーマは1号です。1号をちゃんと、どう1号限られた素材の中で表現してるからね。じゃあ、ボンさん、4番のオラフ君、どうですか、これ。さすがのオラフ君もここまでしない。違う。違う、これは違う。これは違う。これは、うん。じゃあ続いて。はい。あ、3番これね。3番。はい、ああ、3番か。3番ちょっと敵は良かったですけどね、すごく。うん、近いんだけど、うん、ちょっと綺麗にまとまりすぎ感はありますよね。うん。あ、リンゴいっぱい、リンゴいっぱい。うん、なるほどね。ちょっと、ちょっとね、違う気もせんでもない。8番。8番。意外と本命なんだけどな。8番、オラフ君作りそうなんだよね、これ。作りそう。じゃ続いて5番。やるな、5番。ちゃんと、あ、耳あるか。耳もあります。耳ポイントですからね。うん、確かに。確かに、うん、そしてこの少ない素材。確かにね。うん。5番結構いいなぁ。10番。いや、10番あるよ、10番。これ、1号これ。うん。いや、10番はあるけど。1号か。あるけど。10番、なくはないか。なくはない。なくはない、10番。じゃあ、2番。2番なんか違うけど、このボタンをね、あんまりこういう点々しない、ね。そうしない。しない気がする。じゃあ9番ボンさん。9番じゃない。これでしょ、オラフ君。本当？え、これちょっとさすがにすごくない？すごすぎない？いや、さ、オラフ君すごいもん。オラフ君すごいもん。9番あるのか。9番あるぞ、これ9番。オッケー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 。7番。7番な、一発目で作ったやつがなんか違う気したんだよな。これどっちも7番でしょ？はい。うん。違う気がするな。なんかちょっと違う気がするんだよな、うん、7番。ちょっとね、6番。あ、シンプルだな。あ、シンプルだ。シンプルだな。6番まあなくはないか。うん、むずいな、ドズルゾ。むずいわ、むずいわ、ドズルゾ、本当に。ドズルゾむずいな。あ、1番、はい。1番こっち。何1番はあるな、これ。どうですか、あるね。これ1番ありますよね。1番あるわ。1番かなりあるな。1番ある。上のあの葉っぱポイントすぎるよね。1番かなり近いな。僕1番なんなら1番オラフ君感あるけど。うん、だな。あ、いや、1番オラフ君じゃないこれ。オラフ君？うん、僕オラフ君だと思う。1番が？ちょ、オラフ君なんか。ちょっともうちょいアピールしてみて。いて、どんなアピール？あ、いや、僕結構1番ね、今本命です。オラックンは。1番ね。うん、1番本命です。さっきのこう上向いて、こうやってるのがめっちゃオラックンだったんだよな。それ。この角度。この角度めっちゃオラックンなのよ。うん、1番本命だな。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと面の建築見ていきますか。8番面は多分違うと思う。
これは麺っぽくはないですね。麺っぽくないですね。いや、麺は結構わかりやすいよ、逆に言うと。麺建築見つければいいんだもん。これかなりでしょ、これ。あ、これでも作り方が違ったんだよな。これうまいけど、これ建築税でしょ、これ絶対。建築税だけど麺じゃない、これ多分。僕7かなりあると思います。7どこ ?7 どこ ?7 今作ってる。このブロックの横置き。はい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 。あ、でもなんか違うか、家が違うか。9番。9番。あー、9ね。これうまいね。うまいよね。階段、うわ、ん、うわ。9もあるな。9番でも整地してたっすよ。あー、なるほどね。うん。聖地からスタートしてました。聖地はちょっと。ただ、この道作りが麺っぽいけどね、個人的に。そうなのよね。ああ、確かに道も作ってんのか、うん。そうそうそう。道とかこだわるの麺のスタイルだから。確かに確かに。いやー、聖地で麺ポイント下がるんだよな。今んとこ中坊さんまとめると、うんうん。オンリーが1番5番が濃い。はい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 、うん、1番5番ゲート作ったの早かったし、麺が9番、うん、オラくん1番濃厚、うん、そうだね、そうだね、そうだね、うんうん、そういう感じだね、うん、あれもうパール取ってきたの、何番何番何番、君は1番だ、1番1番1番早いな、1番と5番は多分、はい、あれ6番も取ってきたの、すごい、やばい、もうちょっと待って、ボンさんエンドラ討伐終わっちゃう、ちょっと一回ネザー行ってみる、ネザー行ってみようか、じゃあオンリーとドズボンネザー、オンリーとドズボンネザー集合、すげえネザーって入った瞬間、うん、オンリーがいっぱいいる盤石だな、あ、5番何持ってんのこれ、葉っぱ、あ、葉っぱで目印ね、目印か、うん、あ、1スタック以上葉っぱ持ってますけど、なるほどね、これオンリーポイント下がりましたね、僕は。下がった、ね、分かる。オンリー別に葉っぱ好きじゃない。葉っぱではやらないのよね。葉っぱ、効率いいんだけど、そうじゃないんだよな。葉っぱじゃない。じゃあちょっと、ネザー要素いきましょう、みんなで。ネザー要素案内、はい、案内お願いします。この動きでも分かるよね。いや、分かると思う、走ってる感じ。ね、うん、遅いのはもう絶対違うもんね。違う。いやー、わかんない。この、あー、なるほどね。いちごがでも相当うまいっすね、多分。どっちうまいね、ほんとにうまいね。いちごは。どっちにしろうまい。1だと思うんだけどな、でもちゃんとフラットに考えないとな。なんか6番こっち来てって言ってるよ。こっち、はいはい、あ、そうなんだ、そうなんだ、こっちでもなんか、はいはい、行きましょう。あー、今の動き、オンリーちゃんっぽいなー、なんか。6番ちょっと振り向きながら。あ、でも6番かなり動きいいな。いい、動きいい。うん、ここへ来て、ここへ来て、6番が。6番いいよ、動きが。僕もこっちだ、こっちだ。あ、なんかできてるよ。何これ。水バケツ着地か。水バケツ着地やろうってこと、いやー、6番違う気がするな。どう思います、ボンさん。うん、オンリーじゃ積極的にはこのやろうとしない。そう。オンリーは。そして今、うん、クリーパーの爆発食らってた今、オンリーは。オンリーは、多分、その、今見てる絵を変えて、違うことしようじゃなくて、ちゃんとやっぱ、さっきだって、ブレイズ買ってるの見てるところを、こっち来てこっち来てって言って変えたわけじゃないですか。はいはいはい、6は違うと思うな、動き早いけど視線をそらそうとしてるね、これで。そう、まあ一回じゃあ6ちょっと水バケツやってもらおうか。やってもらおう。動きは良かったけど早っ。動きはいいな。これ6番が作ったの、これ上。あ、6番作った。これもう全員外れてたらどうしよう、ほんと。で。あ、そうだ、ボンさん。今日、外したらボンさんとその人、共演 NG になるらしいんで気をつけて。嘘でしょ？やだ、絶対当てる、絶対当てる。
もうだって途中で建築やめちゃってる面いるもんな。これは絶対違うでしょ、これ。途中でやめちゃってる面いるもん。何この面は。面はズボラだけど、建築に関してはズボラじゃないから。逆に面の可能性のある建築ってあります？逆。あ、これ面っぽくなったな。これでしょ？急に。うん。いや、でもね、そう、この、うん。この手法、面、面好きなのよね。これ面っぽくな。いや、でもなぁ。これ何番？これ。これ何番？これ何番？ 2 番。2番。これ2番？ 2 番。2番か。いやー、ぽいなー。振りしてる気もするんだけど、2番もあるか。2番もある、2番もある、2番もある。2番ある。ある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 。ちょっと、2番と9番の面来てもらっていいですか？ 2 番と9番の面。じゃあ、ありがとうございます。はい。サングラスを外してください。2番外せないな、遅いね。いや9番じゃない、やっぱ最近ハマってんのよ、顔出しに外すのね、顔出しに。いや、その慣れてないと分かんないかなって思ったんだけど、2番も、まあ、一応外せましたね。はいはい、ありがとうございます、ありがとうございます。オラフくん絞ります、ボンさん、オラフくん。オラフくん絞るか、オラフくんはもう。うん。いや、ドズル像だけで絞るのちょっと危険ですよ、でも言うて。オラフくんあるかな、なんか。1番が今んとこ僕的にかなり近いかなとは思いますけど。バシッとこれオラフくんみたいな動き。動きだとなかなかむずいっすよね。ちょっと走ってもらいます？ああ、確かに確かに。うん、いいね、いいね。いいね。そういうシンプルな。じゃあ、オラフくん、ちょっと、全員あっちの村まで一緒に行きましょう。めっちゃオラフくんが移動してる。めちゃくちゃオラフくんがいっぱい移動してる。わかんねえ。わからんな。7番、いたずらっ子だな。そう、7番めっちゃね、主張してくんのよ。7番。7番あるか、うん、絶対、何やってんだみんなこれ。何やってんだみんなこれ。お尻振ってますね。何をしてんのこれ。いやー、僕はもう1番決め打ちでもいい気がせんでもない。あのもう。そしてなんか3番面が来た。3番目、なんかめちゃくちゃ主張激しいんだよな。何持ってます君は。何してる。いや、わかんない。3番目がすげえ高速でサングラス外したりつけたりしてる。違うでしょ、違う。よくわかんない。よくわかんない。よくわかんない。動きしてんな。メンはそんなことしない。しない、しない、しない、しない。わかんねえ。わかんねえ。オラくん、無事。一番であってほしい、一番で。うん、あってほしい。よし、みんな帰るぞ、帰るぞ。じゃあちょっと麺の道を、あ、二番これ麺道？これ。自分で作った。はいはいはい。これ作りましたな。あー。9番は？あー、すごい。あー、こういうことか。なるほどね。こっちに、うわー。二番が、あー、うん、でも。いや、めっちゃむずい、二番と九番。二級むずいっすよね。むずい。うん、9番整地してたんでしょ。いや、で僕9番押しですけどね。9番押し、9番押し、うん、どっちかならね。3番はもう絶対違うでしょ、3番は。多分違うけど、うん、ね、この両手にブキブキやるのよ。やる？本当？よくよく、いや、でもね、揃えるね、面ならね、うん、この右手と左手を、うん、もうすごいな、4番すごい、シンプルに建築がうまい、うん、シンプル建築勢だなこれ。建築うまい勢ですね。よし、じゃあエンドラン行きますか、皆さん。行きますか、行きますか。あ、エンドラン行きましょう。じゃあネザーゲート集合、ネザーゲート集合。じゃあ僕が一番本命だと思ってる、うん、一番オンリー。そうだね、ちょっと先導お願いします。オンリーは1か5だねかなと思うんだけどね。5もうまいですからね、確実に。ダリーン。
本さん全然ついてこれてない麺がいっぱいいます。麺がついてこれてない麺がいっぱい、うん、ついてこれてない麺が多分建築税で選ばれたのか、ね、ついてこれてない麺がいます。麺は ね文武両道だからね。これね、うん、僕完全に僕テストしてます。あ、何の僕たちのメンバーで、うん、エンドラ討伐行くときに、はい、僕より遅い人いませんから。違いないね。ああ、うん、僕より後ろにいる人はだいぶ怪しく見てます。じゃあボンさんもいつも通り走ってもろって。いつも通り走る、いつも通り走る、いつも通り。レースのオラク乗ってきた、オラク乗ってきた。一番オラク乗ってきたな。オンリーももう一番格でいい気するな。やっぱ早い、違ったら。いや、早いのと、ネザーラックに火つけて目印にしてくれてるんですよ。あー、なるほどね。なんか普通に上手いだけだと、あんましないじゃないですか。そうね。うん。でも、ちょっと、その火で、誰、普通に火つけて火事にしてるの誰これ。もう後ろの、後ろみんな燃えてんのよ。それは知りません。落ちろ。僕たちマイコかもしれません。1076の1891。おい、全然ちげえじゃないかよ、お前。誰だよ、戦闘来たの、おい。誰だよ。もうさ、もう終わっちゃいますよ。とりあえず、今僕と一緒にいる迷子はみんな違います。ちょ、番号メモっといて、迷子。ちょ待って。僕ね、もうオンリーと麺は、うん、オンリー1番麺9番で決めたくて、オラフ君だけ最終チェックしたい。はい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 、うん、オラフ君チェックね、うん、オラフ君チェックして。オラフ君の1番そこいます。もうさらにみんなバラバラになってみんな迷子です。ひどいことになってますが。最悪だ。あの塔が立ってんのがそ、あそこないかな、あそこで。あ、塔立ってます、立ってます。この下です。これか、これ、まだまだ行くの、行く前に番号チェックね。迷子組、面4、面4、面7、面7、面7、迷子、面7、迷子。はい。あれ、もうみんな行ったかな、もうみんな行ったのかな。はい、この下です。面4、この下です。この下です。俺たち、本当の最後、あった、オンリー9。オンリー3、オンリー9、絶対違う、絶対違う。はい、オッケー。メイン4、先行って、メイン4、先行って、この下、この下、この下です。今更パンをたくさん配ってもダメです。もうこれで来てない人は、もうさすがにね。さすがにないでしょ。さすがに。よし、じゃあ僕も行きまーす。一番オラフいるか、そして。一番オラフいなくない？一番オラフいない。迷ってるな、これ。え、嘘でしょ。おそらく一番オラフいないね。まだまだこっちまで来てないですよ。7番これいないよね。置いてかれてる、一番オラフ。あれ、座標言ってますもんね。あー、来た、遅れてきた、一番来た。遅れてきた、遅れてきた。よしよしよし、死んじゃったのかな。はいはいはい、よし、じゃあみんなに行こう。レッツゴー。あ、みんな一気に行くとね、危ないよ。ちょっと僕先行ってきます。ドズルさん、はい、こちら、はい、すべてのベッドを壊させていただきました。なんでなんで、ちょっと待って、我々の仲間なら死ぬことはないはず。それボンさん死ぬやつやん。どれだけ僕たちエンドラ討伐をね、今までしてきたかっていう話なんですよ。それはそうだね、うんうん、慣れてますから。死んだら知らないよという。ああ、そう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 、降りてきてるぞ、みんな。たくさんいすぎてわかんねえ。たくさんいすぎてわかんねえ。殴れ殴れ殴れ。この殴り方でもわかるよね。はい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 。あ、いていていて。あ、死んでる人いるわ、何人か。誰が死んだかすらわかんないもん。お父さん、9番の面がヒーハーの火作ってましたよ。9番 ?9 番。いや、しかも結構ありそうな面よね。いや、9番僕も角角で9番面だな。
聖地側ボンさんちょっと引っかかってましたけど。まあまあまあ、みんなのためにしたんでしょう、おそらく。うんうん。僕9はもう角でいい気がする、面は。9面だな。さあ、エンドロール降りてきたよ。ベッドバッカーしてる、誰か。はい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 。よし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 。ナイスー、ナイスー。はい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 。ちょっと一番オラくん。あ、どうした？助けて、助けて、ボンさん、助けて、助けて、みんなボンさんを助けろ、ボンさんを助けろ。助けて、助けてっ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 て。ボンさん、水に、水に。水、危ない。危ない危ない危ない。危ねー。よし、じゃあちょっと最後いいですか、モンさん、これやっといてみたいなやつないですか。そうね、もう大丈夫かな。大丈夫ですか。大丈夫かな。僕とモンさん合わせとかないといけないんで、はい、僕の本命は、はい、オーラフ君1番、メイン9番、うん、オンリー1番です。ちょっとなんかオンリーって、うん、僕ね5番、オンリー5番の気がすんだよな。いや、あり得る。5番は1と5の違いってなんだっけ。1と5の違いは5は、うん、葉っぱブロックを2スタックぐらい持ってたんですよ。あ、そうだ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 、そうそうだ。で、どっちも多分 RTA 勢だと思う。エンドラ RTA はやってる。で、1番は、1番僕エンドラ討伐の時見てたんですけど、うん、1番はまずそのエンドラ来るまでの、エンド要塞来るまでの時にネザーラックに火つけてくれてたんですよね。はい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 、はい、だからその道中の協力プレイに結構慣れてると。なるほどなるほど、あー、はいはいはい。でかつマルチになる、ね、かつベッドバッカーしようとしてセットした後、外側のいつもオンリーが待機する場所で待機してたんですよ、1番。おーおー、はいはいはい、あるあるある、わかる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 。これもね、オンリーポイント高いんじゃないかなと思って。高い、それは高い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 、うん、1番でいきたい、個人的には。オッケー、ちょっと最後に、ごめん、あ、最後にオラフ像だけもう一回見させて。オラフ像のドズル像だけもう一回作るってこと。もう一回今作った1号ドズルをちょっと一回見させてほしい。あー、オッケー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 、改めてね、一回だけ見させてほしい、改めて。あ、じゃあみんな戻ります、みんな戻ります、一回戻ります、はい、戻ってください。そうなんだよね、オラくんはマジでドズル像に引っ張られすぎてる可能性はあるでしょ。うん、でもね、僕一番だと思うけどね、動きが。ああ、動きが、なるほどね。エンドラ倒した後に、倒し終わった後、うんうんうん、僕がカメラ向けたらさっと脱いだのよ、全部。ああ防具を1番いや、めっちゃっぽいわ。でしょ、そう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 、装備ささっと脱いだから、かなりこれはもうカメラ映り慣れしてるなという。いや、これは相当よ。だってボンさんよく見てください、これ耳だけブロック違うんですよ、これ磨かれてるんですよ。ほんとだ本当だ。これ本物にしか出せんと思うけど。これは出せんね。わかんないけど。もうちょっと見てていい？もうちょい見ましょう。一番これ一番は、これはマジで一番。間違えちゃうとね、悲しいからな、お互い。ああ、三番も近いけど、ちょっとね、綺麗にまとまってんのよね、三番は。八、うん、番もね、結構いいのよ。八番いいね。うん。八 番逆に言うと、ドズルゾー以外ポイントでピンとくるのがね。確かに。9番。9番ね、下手すりあんのよ。いや、そう、9番はね、僕あると思います、ちなみに。ゾウだけだと。これあるよね。あると思います、あると思います。9番あるな。うん。ポンさん、あと気になるのあります？ 6、1。この一番独創的な、この白樺の、これ何番？あ、白樺。9番。6、1、9。いや、1だな、1で、ごめん、1だ。うん、1で。1だと思うな。1にしよう。1にしましょう。OK。1にしよう。よし、じゃあ、答え合わせのお時間です。いきましょう。よし、じゃあ、ボンさん、いよいよ答え合わせの時間でございます。いやー、怖え、緊張する。誰からいきますか。誰からいきます。まずは、はい。僕、麺が一番自信ある、ちなみに。俺、麺自信ある。9番だから。麺いきますか、麺いきますか。麺外れてたら、もう本当に嫌なんだけど、おいしょ。麺は9番。9番と、思います、僕とボンさん。9番と2番で迷ったけど、
9番かなっていう。そうね、4番が建築うまかったんだけど麺じゃないっていう、ね、うん、そう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 。それではボンさんよろしいでしょうか。はい、これで、基本物が9番だったら目の前に麺がいます。頼む、来い、行きます。はい、頼む、麺、すげー、やった、お見事やったー、めーよかった。いやこれね、マジで麺マジで自信あったけど、マジで怖いっすね、ボンさん、これ怖いあ、ちょっと待って、4番、甘栗さんいるじゃないですか。あ、両手持ちだ両手持ちこっちっすよ、ボンさん。両手持ち、両手持ち、両手持ち、猫字。いや、4番は建築めっちゃうまかったけど、はいはいはい、麺っぽくないなって話してた麺です。はいはいはい、めちゃくちゃやばい建築してるからびっくりした。麺っぽくないやつだ。いやー、やっぱ3番主張激しいなと思ってた。猫字だったか。めっちゃ主張、殴らないでください、マジで。はい、じゃあ、麺は正解でございました。ありがとうございます。ありがとうございます。甘栗さん、何やってんの？いや、本当それ。甘栗さん、何してんすか、何してんの？建築ピエロ、何してんすか。よし、じゃあ、麺も行くぞ、次。次、どっち行く？次どっち行く、次どっち行く、甘栗さんいた。いやだから絶対オンリーもリアルタイムアタックでいるんだって、絶対。皆さんどっち行く、どっち行く、次オンリー行っちゃいこう。オンリー行く、よし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 、はい、オンリーピョン。僕たちの予想では、はい、1号が怪しくて、個人的には1かなり濃厚。そうですね、1号って1濃厚、1濃厚だと思います。思います。1行きましょう、頼むぞ、マジで頼む、お願いお願い、行くよ行くよ、いい、はいはい、行きます、来い、おりちゃん、一番が本物のオンリーです。どうだどうだ、頼む、あー、違う、これオンリーすまない、ちょっと待って、ちょっと待って、もう一回やらせて、もう一回やらせて、今見えなかったから正解。え、5番？とりあえず1ヶ月お休みは決まりました。やばい、絆に。やばいやばい、ごめんごめんごめん。やばいやばいやばい。絆にひびが。やばいやばいやばい。わかんない、もう。もうわかんないですよね。うん。正直全然わかんない。ちなみにネザーゲートうまく作ってたのは1と5です。そうだよね、ただそうだよね、あそこにいなかったらもうだって分かんないですもんね。そうなん、狭かったしね。あーでも、いや、あんまいい動きはしてたのよ。 5でいきますか。5はね、葉っぱブロック2スタックも持ってたのよ。そこなのよ、そこなのよ、そこなのよ。でも他にじゃあるかって言ったらない。ただ5は確実に動きは RTA 勢だった、絶対。なるほどなるほど。他にこれっていうのがいなかったから、オンリーちゃんっぽいのが。5いきます。明らかに遅いオンリーいましたもんね。明らかに遅いオンリーは何人かいた。で 5いきましょうか。いやもうこの、果たしてこれする意味あるのかっていう。じゃあ面押してくれ。僕が押しましょうか、これ。そしたら頼む。頼む、5番来い。はい。頼むよ、頼むよ、マジで。それでは行きます。5番は、はっ、あー、味よし。もうこの動画は、ボツだね。この動画はボツにしよう。この動画公開をやめよう、公開をやめよう、もう。この動画はちょっとボツにさせていただきますので。はい。ちょっと封印します。封印します。はい、封印します。5年後みんなで見返そう、この動画ね。5年後ごめん。本当にお手上げ。本当にごめん。本当にごめん。わかりません。ねん。6番か。惜しい。いや、ごめん。6番マジで何も情報取ってないわ。いや、一番最初ゲートを作ろうと思ったらもうマグマなかったです。そういうことか。いやー、申し訳ない。で、ネザーゲート作って、うん、で、なんか、オラメンに指示してるとき、うん、
もうなんか後で、あ、オンリーみんなでネザー行こうかを待ってずっと言ってなかったね。なるほどね、そうね、そう、なるほどね。確かに、そう、判別基準がなんか、あ、要素早く行ってるみたいなとこだと思って多分行ってなかったね。あ、そういうことね。はいはい。え、オンリー、え、あの、水バケツは6番？そうですよ。あの、アスレート水バケツを、あの、何、オラメンの判別中に作ってたんですよ。うん、そしたら、まあ、いや、オンリーだったかー。そうか。みんなもう、ロットとパル集めてたんで。はい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 。逆にね、キツキツキツポイントを作るためでね。ごめん、オンリー。そうですね、いつも動画の、うん、端っこにいるんだな。オンリー、そんなことないよ。そんなことない、そんなことないよ。目悪くねえよ、目悪くねえよ。ちょっとボンさん、これオーラくんも間違えてたらもうほんと嫌なんだけど。5番、ケイマくんでしょこれ。5番、ケイマくんか。いやでも5番はさっきの繰り返しになるんですけど、うん、RTA 勢かつオンリーじゃないかなとは思ってたのよ、ね、だよね、早かったけどオンリーっぽくなかったっていう。そう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 だよ、ね、1番はほんとにマズるか。そうもう RTA 勢。あ、そうなんだ、 RTA 勢の人なんだ。なるほどな。いやいや、ちょっと悲しみのあれですが、気を取り直していきましょう。はい。じゃあ、オラク。オラク、オンリーも行こう。ちょっと待って、これ、オラクもマジで自信なくなってきた。本当に嫌だな。いや、オラクは大丈夫。あの、ドズルゾーがもう。信じていい感性を。どれだけオラクドズルゾー見てきたか、僕たち。確かに、確かに。それはそうだ。うん。うん、みんなもオラフゾー見た？あ、ドズルゾー。あの、はい、一覧というか。さーっと見ててました。あれはオラ君ちょっと知ってるんで、ここに。あ、知ってるのか。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、ボタンのあれで頼む。はい。オラ君の1番。もう1番でいいですね。うん、俺はもう、これはもう、いける。いけるじゃあ、待って、さっきから麺のそのさ、はって笑いやめて、マジで。なんか、知ってる笑いに聞こえちゃうから、麺、もう。あ、じゃあ、俺ミートします、ミートします。そうそうそう、冗談、冗談。あ、もうやだ、間違えたくないよ。いきますか、坊さん。いきますか、ただね。いや、もう信じよう、信じよう、信じよう。絶対オラフ君が目の前にいる。オラフ君、来い。来い、オラフ君、頼む。お願いします。いや。ポチッ。いやー、どっち いたよかったイエーイ、6危ねーじゃあちょっとついでにちょっとこの後あのお休み動画撮ろうと。いや、ちゃうオンリーごめんって、本当にごめん、本当にこれ難かったから。なんか本当にことごとく外れますよね、うん。いや、マジでね、前回オンリー当てるも僕が外しちゃって、マジで本当に外れるんだよな。ちょっとまた、はい、3度目のリベンジやらせてください。よろしくお願いします。お願いします。ただ、いや、3度目はない。あ、文福がいる。本当だ。文福何番だったの、ちなみに。文福7番じゃない？なんかすっごい主張してきたもん。あ、正解です。正解です。映り込んできたのは。7番です。ああ、主張激しめのね。はいはいはい。いやー。チャリーン。はい、ということで、今回は、結果発表。オンリーだけ、本物を当てることができませんでした。ごめん。すまん、オンリーごめん。悲しい動画になると思うんかった。悲しい。ちょっと、オンリー、本当に 3度目の正直リベンジさせてください。本当に。いやー、マジで本当ごめん。というところで、まあ、見事ね、メンとオラク君は、10分の1当てることができましたが、謎の悲しい、結末になってしまいました。また、こういった動画も撮っていきたいと思いますので、ぜひ今日の動画面白かった方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。じゃあねー。バイバーイ。オンリー、悲しみのポッピー、悲しみのポッピー。いやー、オンリーちゃん今度キャッチボールしよう。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。
おすすめの動画もご覧ください。高評価と動画のコメントも待ってるね。どうしてもっていうわけじゃないけど、気が向いたらしてね。